こんにちは、のりたろうです。昨日ついにロイヤルミントから24日の富士にミュージックレジェンズの最新作のコインが発売というメールが来ました。私の以前の過去動画を見ていただいた方には同じメールが来ていると思いますが、ここで注意が必要なのは日本時間の17時に発売になるということです。私のサムネイルを見てあれと思った方も多いと思いますが、通常であればロンドンの9時っていうのは日本時間の18時ですが、今のロンドンの時間はサマータイムということで1時間早まっているため日本時間の17時になります。ヨーロッパでは3月の最終の日曜日の午前2時から10月の最終日曜日の午前1時までがサマータイムとして1時間早まっているということなので、本日の17時発売になりますのでご注意ください。それではお互い頑張ってミュージックレジェンズの最新作、秘密にまだされてますが、頑張ってゲットしましょう。おそらくビートルズではないかなと思いますが、まだ分かりませんので、まあ、そこも含めて楽しみですね。ちなみにカードが使えるようにカード会社の連絡などお済みでない方は連絡も済ませておくと良いと思います。ロイヤルミントで最速で買う方法については私の過去動画で詳しく説明していますので、そちらをぜひご確認ください。それでは皆様一緒にレッツコイン頑張りましょう。失礼します。